はい、それではガソリンを入れたいと思います。今日はですね、何リットル入るでしょうか、ガソリンの入れ方ね、これ、まあね、セルフスタンドですね。セルフスタンド、まずこちら開始をしてください。いらっしゃいませ、エンジンを停止してください。はい、お支払い方法を押してください。クレジットカードですね、私の場合。カードを入れてください。カードはですね、こちらね、今光ってるところに入れれば大丈夫です。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今入れました。ちょっとね、確認してます。はい、でこの場合ね、私楽天ポイントなんでね、まあポイントがあった方がいいので楽天ポイント、カードを入れてください。はい、そしたらですね、ただ楽天ポイントを入れればいいだけです。ちょっと、楽天ポイントね、ここに同じように入れてください。給油種ですね、私の場合レギュラーなんで、ハイオクかね、軽油を選ぶということで。給油する数量、はい、金額を指定してください。はい、この場合ですね、お好みを押すと数量、金額を細かく指定できます。はい、私の場合ね、満タンですから、これ満タン、まあ、あと数量とね、金額どちらでもできますので、ポイントのご利用方法を選択してください。はい、ポイントを利用するということですね。利用する、はい。利用するポイントを入力してください。はい、11ポイントですね、私の場合。これ11、全部使います。静電気除去シートにタッチしてから、給油を開始してください。はい、静電気除去シートね、ここです。これでね、静電気が発生してね、火事になる恐れがありますので、手でね、やるということが大事です。はい、そして、この、次は赤いノズルですね。で、このハイオクは、黄色、そして軽油はですね、緑となっております。そしてこのレギュラーのね、これを、ノブを上げていただいて、ノズルをね、そして、あ、そうだ、その前にこちらね、給油キャップを外しましょうね。で、給油キャップはですね、こちら乗せるところありますんでね、乗っけてください。そしてノズルを持って、ここに差し込んで、はい、そして音が鳴りましたね。そしたらこのノズルを引き、レバーを引きましょう、上にね。はい、はい、そしたら音が鳴りますんでね、これはずっと、引いたままでいいです。終わったらパチッと上がりますから。どれぐらい入るんだろう今日は。お、入った、1000円分入りましたね。さて、まあ、2000円はいかないと思いますけどね、軽自動車なんで。あら、いっちゃうか、2000円超えるか。おお、2000円超えましたね。はい、2193円ということでね、 19.41 リッター入りました。そしたらね、こちら今ね、ノズルがカチャッと上がりましたね。引いたままで結構ですから、で終わったらこれをね、ちょっとね、ガソリンが残ってるんで少し振りましょう、ね、そして、ノズルを持ったまま、ここに戻すということでね。そしてキャップを閉めましょう。はい、そして閉めると、はい、そしてこれをね、引いて、レシートを取ってね、はい、これで終わりです。まあ、このようにですね、誰でもね、まあ、ガソリンを入れることはできませんので、よかったらやってみてはいかがでしょうか、ね、リクエストがあったので、やってみました。ガソリンを入れる方法でしたね、セルフスタンドで。それではね、ためになる情報、最新情報を発信していきますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタン、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。